アジャラ山は青森県大和二町と日向和市にある標高709.2メートルの山である。斜面は大和にスキー場が作られており、山頂付近の高原地帯にはゴルフ場やホテルがある。アジャラ山の近くの東北自動車道にあるパーキングエリアはアトラ・パーキングエリアと名付けられている。青森におけるスキー発祥の地である。明治の末、新潟県高田で オーストリアのレルヒ中佐から弘前第八師団で大和に出身の油川貞作が講習を受けてスキー技術を伝えた。スキーはアジャラ山6の狐森付近で初めて披露された。当時は一本杖を繰りながら滑るスキーであった。普通のストックの倍くらいもある長い一本杖で山歩きに重点を置いたもので幅広のスキーが使用されていた。油川は スキーの先駆者として技術の指導にあたり、大和にスキー場を開設するのに尽力した。大正12年夏、当時全国スキー連盟会長であった稲田男爵が大和に訪れ、アジャラ山を視察して、スキー場には公的な地形と称賛したことから、地元では規制が大いに上がり、その冬には万難を排して、全日本スキー選手権大会の東北予選が、 開催されたが、監修は、ほとんどいなかった。しかし、これが弾みになって、大正11年に、大ワにスキークラブの組織が、さらに強化され、第3回の全日本スキー選手権大会の誘致に、成功した。油川正作は部下を引率して、大ワに,に入り、スキー場を芝叩く間に仕上げた。さらに、ジャンプ台の新設や、 宿泊施設の充実などの難題を解決し、大正13年全国スキー大会が実施され、以後の発展の端緒となった。アジャラ山がスキー場として便利ではなかった頃、人々は登山をして山頂下の山小屋に泊まり込んで、春先のスキーツアーを楽しんでいた。それは3月からの発行だツアーの前哨として親しまれていた。現在ゴルフ場になっている。 高原上の山独一帯は昔は群馬平と呼ばれ、婿立ちの原野が広々と続いていて、格好の初心者向けツアーコースになっていた。山頂部もまた高原上になっており、アジャラ山大ゴ源などの宗教施設や無線中継所、登山記念碑や整備記念碑、あずま屋などがある。ゴルフ場を通って山頂部まで自動車で直接移動することができる。 中世の頃山頂に倉館大炎寺の阿弥陀如来像の大日堂、小岳の不動堂、久し渡し寺の観音堂の参道が建てられ、後ら、戦望と言われていた。大炎寺の社殿によると、大炎寺の起源は、奈良時代、聖武天皇の国分寺建立に際し、本尊大日如来を阿柱山の大安国寺に安置したことに始まる。後に、大安国寺は荒廃し、 1191年、アジャラ山戦謀と称された、紅白寺に、違法をされた。アジャラとは、不動明王の凡名である。中腹に甘い家があって、昔は水神を祀っていた。頂上付近の小屋には綺麗な水が湧いていて、頂上にはショートワダの名のある小池があった。昔は、両村の老若だす抱いて、諸願成寺を願い、残悔を唱えて登山し、山上の少子を廃す。 ついで小池ことわだを廃し、小崎博士に三粒の米を包み、地中に投げず、沈めば農事ありて、願望成就し、浮く者は、新願叶わすとて、後に来るとき改心す、深く信ずる者は地中に、霊牛の影を見るという、のように、お山山系が行われていた。あじゃら山山町 JR 長峰駅から、東北自然歩道が山頂まである。下山は、 ゴルフ場を通り過ぎ、トンネルを通り、月見橋を通って、大和に温泉駅までの道である。アトラ行者修行の道と命名されている。急斜面では、下草は多いが、整備はされている。約240万から130万年前に、活動した、イカリガセキカルデラの中央加工級がアジャラ山である。岩石は、デイサイトや、安山岩からなる。 林正し郎作詞で、鳥取春陽作曲の、シーハイルの歌という楽曲がある。この曲の一番の歌詞は、岩木のおろしが吹くなら吹けよ山から山へと、我らは走る昨日は、ボンジュレー今日またアトラエン立てつつをおしいハイルとなっている。シーハイルとはドイツ語で、スキー万歳という意味で、1929年1月20日に、五所川原の学校スキー部監督の林によって、 アジャラ山登山の前日に作詞された。翌日のアジャラ山登山では、スキー部員は全員で歌を交渉したという。歌詞にある、岩木のおろしとは、岩木山から吹き下ろす風である。また、ボンジュレイとは、ボンジュ山のことである。1960年ダークダックスによって、レコードに収められ、冬山の歌として全国に知られるようになった。出展、国土地理院。 2018年9月閲覧、青森県市町村市35大和に調子、1986年、幼い抵抗、P172P173、青森県市町村市35大和に調子、1986年、幼い抵抗、P173 から174あじゃら山、いただき案内版、青森県の文化シリーズ8水神流人と和だ、進行、小立忠さん、 1976年、北方新社、ありがとうございます。